はい、ということで始まりましたけども、どうも皆さんこんにちは。お綺麗しだま、また綺麗な川に、来ておりますけれども、はい、私、まあ、こんな川に今日は、来ております。ありがとうございます。最高です。よいしょ、ちょっと、ちょっと上を探検してみようか。早速なんだけど、まあここがね、こんな感じのところになっております。はい、ちょっと行ってみますか。ちょっとなんか落ち着ける場所がいいんだよな。落ち着ける場所が、おお、きれい、きれい、すげえ。あ、この石の上いいじゃん。この石の上いいな。よいしょ、ほいほいほい、こんな感じのところになっております。あそこ石いいな、あの石いいな、椅子に、あの椅子石いいんだけどな。結構よいしょ。あ、でも川の音もうるせえからこの辺に着くか、はい、川がね二股になってるんですよ、ここ。この辺でいいか、この辺に行くか。よいしょ、ポケットにカラビナが入ってる。なんでこんなところにカラビナ入っとる。よし、この辺にするか。この辺にしますか。よいしょ、俺の椅子見っけ。よいしょ、ほいほいほい、おい、こんな感じのところでやっていきたいなと。いや、今回俺の端末でできる最高画質で撮ってるんですけど、どうすかね、この最高画質綺麗なのかな、わかんねえけど、まあ水が綺麗っすわ。うん、それでは今日もタバコ一本いただきたいですけど、冷てぇ、水冷てぇ。でね、ちょっとあんまりね、天気がそんなに良くないんで、ちょっとあんまり長居はしたくないんですけど、うわ、灰皿、山の上には雲かかってないんだけど、この真上がちょっと雲かかってるんで、ちょっとあんまり長居はしたくないんで、ああ気持ちいい、ここ。ちょっと一回入ろう。ここまた水飲める場所なんで、水飲めちゃうようなところが川の綺麗さ。冷たい、さすがにここは冷たいな。ここの水はさすがに冷て、水きれいよ、マジで最高っすわ。日に焼けたな俺、日焼けしたね、結構きれいな。ここは本当普通に水飲めるとこなんで、全然余裕で飲めちゃう。冷て、冷てよ。よいしょ、危ない危ない、冷て、最高だぜ。最近ハゲてきてるんだよな、そろそろハゲてくるわ、俺ハゲが進行してくるわ、
あー気持ちいい。ここ冷てんだよな。ちょっとこれどっか置いとく場所ないから、ここに挟めるかな。挟めた。最高かよ。まあいいんですが、この先ちょっと面白そうだからちょっと探検してみようかなと思って。あーこれで涼しくなったんで一回よし、バッグをねつけて、お腹がポンポコリンですけど、ちょこれ灰皿バッグ、ちょ飲み物を飲みたい。ちょっとこれ最高だわ。このやっとこれ見つけた、この久しぶりにこれ見つけたんよ。このラベルがないお茶。そう、ラベルがないのが捨てやすくてよくてさ。ああ、うめ。うん。うめえわ。うん。さてちょっと行きますか。行きますか。うわあ、またアブが出てきたな。うん、アブがいるところはクマがいるからね、俺の持論では。そう、アブがたくさんいるところはね、だいたいクマが出るんですよ、俺の持論で。うん、アブがいるところとクマがいるところは一緒なんで。はい、あそこの中クマいそうだな。怖えな、ここら辺ちょっとさすがに怖え。見て、あの中にクマいそう。クマが家にしてそう。もうクマとかがあぐらかいてそう。怖えな。お腹がポンポコリンですけど、いやこの先ちょっと怖いね、なんかね。うん、でちょっと雲も出てきてるんで、うん、あんまりちょっと長居したくないですね。雨降ってきて大変なことになるのは嫌なんで、人に迷惑をかけちゃうだけは嫌なんでね。探検しましょう。よいしょ、探検。よいしょ、おーすげえ。見てこの辺なんかもうトトロとか出てきそう。トトロさんいますか、いませんか。トトロさん大丈夫ですか。滑るね、ここ足元が。クマとかいませんか、大丈夫ですか。ちょ、小熊にだけは会いたくねえんだよな。小熊がいると親熊が絶対いるから。まだ親熊単体だったらまあそんな攻撃的じゃないんですけど、小熊がいるとね危ないんで、ちょっととにかく周りを注意しながらちょっと行きたいなと思ってますけど。よいしょ、熊が出てきそうで怖いっすね。わわわわ、うん、おゴロゴロ言ってる。ちょっとゴロゴロ言ってるんでちょっと帰りましょう。うん、ちょっと今止まっちゃいましたけど、すいません。動画が今電話が来て、俺今日、ま、あの機内モードにするの忘れて動画撮っとるわ。うん、よいしょ、機内モードにすることを忘れて動画を撮っていますけど、はい、よいしょ、はい、うわ綺麗、水綺麗だな、すげえな。うわ、いますね。ちょっとなんかここにちょっとブルーシートが落ちてるんであれなんですけど、ちょっと今後俺ゴミ拾いしながら山遊びしよう。マジで山ゴミが多い本当に。うん、まあこれはあの多分土砂災害とかで工事があって、まあそのおそらくその工事のに使ってたブルーシートの残骸がまあたまたま流れてきちゃったっていう感じだと思うんですけど、うん、わっきれい、おアブが、アブが、
すげえ山だ。うわー、すげえ綺麗だね。ここめっちゃ綺麗じゃん。うわ、危ない危ない。チクチクする。アブだろこれ。アブだろ。チクチクする。すげえチクチクするな。おっと。おお、めっちゃ綺麗。これすごい。うん。すごくね。すごくねえか。うわ綺麗。うわ、ここは綺麗だわ。うん。すごいね、素晴らしいですね、綺麗すぎて。あ、もうなんかすごい、水もなんかすごいめっちゃ澄んでる。見てこれめっちゃ澄んでるわ。あ、バレ綺麗だわこれは。最高かよ、よいしょ。こんなところにおりますけど、私本日は、三脚がここにグリグリねじ込んでるし、オッケー。わあ、超綺麗。危ねえ。バッグごと行くとこだった。まあバッグの中身は全部ジップロックに入れてあるんで大丈夫なんですけど。最高です。うん。お腹がポンポコリンですけど最高です。よいしょ。おい、うわー最高っすわ。はあ、ちょっと上がろう。雨が怖い。雨が怖いんで上がります。もう今日は、いや、せっかく来て今日はちょっと1本しか取れなさそうですけど、まあ一応1本取れたらね、まあいいか。まあすごい綺麗なところなんで、はい、ここはすげえわ。めっちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗だ。まああそこのブルーシートがねちょっとね、あのあれですけど、雷だな。早めに上がろう。早めに降りよう。ダメだこれ、雷が鳴ってきちゃった。よしよしよし、急げ急げ。やっぱりね、あの行けそうだなっていう思惑でこう行動するとね、やっぱろくなことにならないんで、やっぱし人間ね、自然には勝てないんでね、どうやったってどう転んでも自然には人間は勝てないんでね。そうなんですよ。だから自然を舐めてかかったら痛い目見るんでね、だからもう早めに上がりましょう。よいしょ。おじさんもちょっとこっちが川沿い、さっき来たけど川沿いじゃない、この辺トトロルート来よう。トトロルートで帰ろう。トトロルートで、よし、角度こんぐらいにしようか。トトロルートで帰っていきましょう。おー、クモの巣だ。クモの巣すごい。ごめんなさい、せっかく一生懸命作ったのごめんなさいね。ふい、はい、ほい、ほい、ほい、よいしょ、ほい、あ、やっぱどっか工事してんな、なんかちょっと工事してるような音がするわ。多分下の方かな、山の下の方でどっかちょっと工事してんな、護岸工事みたいな。下の方からちょっと工事音が聞こえるわ。よいしょ、ほい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 、よいしょ。トトロルート。お、ごしょんごしょん言うとる、ごしょんごしょん。ごしょんごしょん言うとる。ごしょんごしょん言うとる。機械音が。よいしょ。下ってきたらだいぶ聞こえるようになった、機械音。よいしょ。よし。ほい。ほい。ほい。よし。よいしょ。え、わー、雲の巣が。顔にかかっちゃった。クモさんごめんね。よいしょ。顔にクモがかかっちゃった。ごめんなさい。よいしょ。よいしょ。あ、ここの別ルートの川があるんで、別ルートの川
見ますか。ああ、ちょっとそろそろ雨来るな。急ごう急ごう。ふふ。雲の巣かな。ふえ。雲の巣みたいな口の中入ってる。まあ、いいか。よいしょ。はい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 。ほい。きれい。きれい。はい。よいしょ。よいしょ。あ、三脚だ。三脚だ。あれ、どうやった？そうか。こっち向くか。危ねえ。はい、怪我ゼロです。はい。怪我はゼロです。僕の反射神経の賜物でございます。はい。ここすげえんだよな。ここすげえんだよな。あそこすげえな。あそこすげえな。ちょっとあそこ行きてえな。え？かっけえ。よいしょ。見て見て。この川。こんな感じだよ。ここ、トンネルみたいになってる石。岩の。ほら。かっけえ。かっけえ。これ。うわー、すげえ。うん。かっけえな。よいしょ。よいしょ。よし。よし、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 はい、川から上がろう。危ない危ない。よいしょ。お腹がポンポコリンだけど。よし。お腹がポンポコリンだが。わあ、すげえな。めっちゃ綺麗。ほら。うん。この辺で上がろう。上がれないわ。もうちょっと下まで行かないと上がれない。さっき転んで砂がついちゃったから、上がり流した。よし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 。上がろう、上がろう。よし。どこからだ？あ、そこか。あそこか。よいしょ。そこだ。よいしょ。ていっ。よいしょ。よいしょ。ほい。ほい。ほい。あ、この辺かな？どこだっけ？どこから上がるんだっけ？ここか。よいしょ。よいしょ。雲の巣くぐって。あれ？上がれる道がどこだっけ？てててて。あれ？上がれるところどこだ？迷子になっちゃった。迷子になっちゃった。上がれるところどこだ？どこから俺上がってきたっけ？降りてきたっけ？よいしょ。どこだどこだ？その辺から上がれるか。よいしょ。よいしょ。雲の巣くぐって、左、道、で、お、上がれねえ。どこだ？どこだ？は？あ、そこか！わかった。俺降りすぎた。あ、降りすぎたことはねえか。え、どこだ？うん。雲の巣くぐって、左、道、てれれれれ、てれれれれ、てれれれれれ、てれれれれれ、てれれれれれ、歩こう、歩ちょっとどこ上に上がれる道どこ。私は元気歩くの大好き。うわっ、どんどんこう
よいしょ、一本橋にでこぼこじゃり道、よいしょ、暑い、よいしょ、ういういうい、なんか道っぽいのあんな、よいしょ、よいしょ、暑い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 、よいしょ、どっか坂辺じゃなかった、はい、暑い暑い、はい、あ、ここだここだ、この道だな、よいしょ、はい、この道この道、オッケーオッケー、あ、よいしょ、暑い暑い、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、あ、よいしょ、雨が降る前に、はい、川から離脱することができました、ありがとうございます、暑い暑いです、よいしょ、歩こう歩こう、私は元気、ちなみにこの上はもう人が行ける場所じゃないんで、あのもうこれ以上上はね人がおらんので、めっちゃ水もね綺麗でございます、よいしょ、歩くの大好き、うん、どんどん行こう、あ、チチ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 、あ、こんにちは、よいしょ、とりあえず人が来たんで、実は登山者が来たんで、登山者、よいしょ、もう帰りますけど、登山者がね、いらっしゃったんで、よいしょ、よし、それではね、なんかこの辺すげえんすよ、ゴミが落ちて、ほら、だからこれもちょっとね、あの今次回から袋とトング持ってきてゴミ拾いもします、はい、ということでありがとうございました、それではね皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。